今日は和田さんはお休みですか？お休みでございます。あら、もう嫌になっちゃった。いやいや、嫌になったわけじゃないんですけどじゃあ、いや、いいよ、島崎さんと二人でやっていこうよ。はいはい、よろしくお願いします。うん、いやよろしくお願いいたします。今日の作品は、アンリ・ルソー。もう来ちゃいます。はい。始まっちゃいますか。一度では終わらなくなりますよ、これは。アンリ・ルソーの、まあ、自画像ですね。はい。私自身、肖像イコール風景っていうタイトルがついてるんだよね。これは、まあ、疑問だらけだろうけど、島崎さん的にはどこに注目した？まずですね、はい、この人浮いてないかなと。浮いてますよね。浮いてますよね、はい、あとですね、道幅と背景に比べて大きすぎるかな。巨大ですよ、はい、もうね、いくらでもこれおかしなところあるんですよ。ルソーがその私自身肖像風景ってタイトルつけた通り、ルソーの自画像なんですよ、はい、これ素晴らしい作品で、ここにね、ルソーの全てがあるんですね。で、これある意味ルソーにとってのモナリザで、これルソー生涯持っててっていうか、まあ売れなかったからなんだけど生涯持ってて、後でねちょこちょこ書き加えてるんですよ。へ、これちょっと一つ一つチェックしていきたいと思うんですけどね、はい。まず第一にこう、ね、まあ、でかいっていうのありますよね、はい、でかいのはね、なぜかっていうと、理由の一つはルソーは自分が古典的な大画家だと信じて疑わなかったんですよ。だからこれもうそういう格好で自分を描いてるんですよ。こうスーツ着て帽子かぶって。ルソーはやっぱり子供と同じですから、関心の大きいものがでかくなっちゃうんですよ自分の興味のあるものがでかくなる。ここではもう自分自身が一番なんですよ。で、この人どういう人かっていうとですね、もう自分はその古典的大画家だと思ってるんですけども、素人画家ですよ。で、それも一度もちゃんとした絵を習ったことのない素人画家で、しかも天然なんですよね。これはもう最強の人なんですよ。で、この人は1844年かな、フランスの西北にあるラバルってとこに生まれて、お父さんブリキ職人で貧しいうちの子だったんですよ。で、中学出てすぐに町の、あの大訴人っていう、まあ、日本で言えば行政書士みたいな、あるいは司法書士みたいな、その事務所に見習いとして入るんですよ。で、入ったはいいんだけど、もう勤めてすぐぐらいに友達と一緒に事務所の金盗んで捕まって捕まって、それで懲役になるって言うんで、いや懲役勘弁してくださいって言って、兵隊行きますって言って、あの懲役の代わりに兵役7年っていうのを選ぶのね。なんだけど、なのに結局は訴えられて、牢屋にも入るわ、兵隊もやるわで、両方やることになっちゃったっていうところが、もういきなりルソーらしいんですよ。それで、だけど、この人長男で、お父さんが亡くなっちゃったんね。そうすると当時のフランスは長男が、家の仕事をやらないといけないからね、兵役を短く終えられるっていうのがあって、それで除隊後、まあ、パリに出てですね、結婚して、そんなことしてた不仏戦争が始まっちゃって、一応従軍もしてるんですよ。それで戦後ですね、パリの、入試税関っていうところに勤めるんですよ。で、ここの税関に長く勤めてたから、この人よく税関にルソーって言われるんだけど、それ何年か勤めて49歳の時に早期退職して、年金がもらえるようになったから安いんだけど、それでもう俺は絵を描くって言って、そっから専業画家と称し始めたんだけど、専業画家ったって絵が売れるわけじゃないからね、まあ年金暮らしをしながら絵を描いていた人なんですよ。で、この人のまあ転機になったのが、38歳の時に近所にフランス美術アカデミーの偉い画家のフェリックス・クレマンっていう人が引っ越してくるので、仲良くなって、このクレマンっていう人がいい人で、ルソーがね、絵描いてるっていうんで、アカデミーのね偉い先生紹介してくれたりね、あとルーブル美術館で模写する許可書っていうのがあるのよ。今でもヨーロッパの美術館行くと、イーゼル立てて模写してる人いると思うんだよ。 はい、あれちゃんと申請して審査されて
許可書が出るとあれをやっていいっていう資格があるのね。でそのクレマンが口聞いてくれてのルーブルの複写許可証をもらったんだよ。それでもうすっかり俺はアカデミーのと大学に認められたっつってすっかりその気になって、まあ、絵を描き始めていくんだよね。それで1885年の41歳の時に満を持して国の展覧会のサロンに応募するんですよ。もちろん落選するんですよ。そうですよね。もちろん落選するんです。だけどちょうどその頃アンデパンダンテンっていう印象派がさ、自分たちで展覧会やったりなんか してさ、もう国のサロンに任せとけないっていうのあったでしょ、はい、その人たちが中心になってもう無監査で誰でも出せる展覧会を作ろうと、参加費だけ払えばね。それがアンデパンダンテンっていう、まあ、独立展だよね。それが始まったもんだからルースはもうそこにの常連になるわけ。お金さえ払えば出せるからまずもうそこが入り口になったわけ。そのアンデパンダンテンができて、こういうあの天然系の人たちはみんなそこに出すことになったんだけど、なんとルースの作品が新聞に載ったんですよ。でそれは涙を流して笑わぬものはなかったっていう最初のその一目に触れた作品にがその記事になったんですよ。ところがルソーは喜んじゃって新聞に載ったって。で俺は画壇デビューしたって言ってルソーが切り抜いて残し記念に画壇デビューの記念って、まあそのぐらい素人画家でかつ天然の人なわけですよ。これはもうだからその画壇デビューを果たした古典的大画家としての俺っていうその自負が現れて、その結果こうでかくなっちゃってるっていうのがあるんですよね。でこのバッジ、はい、これをわざわざつけて、これ後から書き足したんですよ。ルソーのもう最大の謎と言われてるのがあって、1902年58歳の時に誰が何のつもりかこの人を市民絵画教室の先生に呼ぶんですよ。先生になるの絵のよりにもよってルソーが。でさらに不思議なことにはその2年後にはその市民絵画教室のデッサンの正教授になってんだよ。それで結局その教育のあれにあれ従ってこの厚労省のバッジもらったので、これまた大喜びで勲章もらったって。いや勲章っちゅうあれじゃないんだよ、なんかだけど喜んでつけて。実はこの人その10年前から大統領宛にずっと手紙送ってんだよ。私はこういう大画家でね、私のこの技術を市民にね伝えるためにね、私無償で働きたいと思っていますっていう手紙をね10年間ずっと送ってんだよ。だからその何かの間違いで一回なっちゃったのは分かるんだけど、その後このランク上がってるのはどういうことだっていう、生徒たちが結構支持したってことなんじゃないのみたいな。でそこからさ結構そのルソー本当はうまい説っていうのが一定数あるんだよこれ。じゃあつまり、うん、ピカソはもうめちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい人がこうルソーとかを見て、はい、わざと下手に下手っていうか、はい、まあ、崩して描くようになっていったけど、はい、この人もそうじゃないか説っていうのが一定数あって、原田マハさんの楽園のキャンバスっていうね、はい、名作の小説があるんだけど、それなんかはそのルソー本当はうまい説をの論文を書いた学芸員が主人公なんだよ。多分それはないだろうって、だってうまい絵が1枚もないんだぞ1枚ぐらい残ってるだろうって、もし本当にそうだったらっていう話なんだけどね。そんなことで、まあ、自分は大画家だっていうんでこう書いて、だから自分自身を古典的な大画家だと信じ込んでいたっていうのがルソーの特徴その1ね。でその2は島崎さんが言ったようにこの足が浮いてる、これ特徴なんですよ。これルソーの絵を全部いろいろ見ると分かるんですけども、足が浮いてる場合はね、まあ 100% 靴履いてるんですよ。つまりこの人足を描くのが苦手というよりも正確には靴を描くのが苦手なんですよ。これ靴の描き方がまずい。これどうして浮いてるように見えるかっていうと、その影の問題もあるんだけども、この重心のかかり方と
靴の描き方がおかしいからなんですよ。それとこのあと遠近感が出せてないんですよね、はい、これどう見てもこっちの足を前に出してるんだけど、うん、前に出してるんだったら足自体がもっとこっちに来るだろうとか、うん、そういう遠近感ができてなかったり、あとこの体重のかかり方みたいなのは、うん、どっちにどう体重がかかってるかみたいなことがわからないから浮いて見えるわけですよ。でこの凄さっていうのは座っても浮くんだよね。ほら浮いてますね。座っても浮くんで、やっぱり靴でしょ、はい、これもやっぱりおかしいのは靴とその影と力のかかり方のせいで、はい、座ってすら浮くんですよ。でこれはさすがにルソーも気がついていたようなんですよ。なんで俺何遍描いても足浮いて見えるのかなって。で解決策を考えたんですよ。そうだって、足を草に埋めればいいんだっていう解決策を考えたんですよ。だからよく足が草に埋まってる絵も結構多いんですよ。でこれももうさ、空気椅子に座ってんのかみたいな、座ってんだか立ってんだかみたいな、この可愛くなさとか、この人形なんだよとか、別の問題が発生しちゃって。でこの草で隠す作戦もですね、いつもうまくいくとは限らなくてですね、例えばこれなんかは隠しすぎちゃって逆に浮いちゃったんですよ。基本的にほら遠近感ができない人だから、はい、遠近感ないままここをさ隠しちゃったらさ浮いちゃったんだよ。すごい。しかもここがまた本当だったら地べたにこう垂れなきゃいけないようになっちゃってから完全にこの人浮いてるんだよ。この草で隠すのがあだになったっていう例ですね。この足が浮いてるっていう。でこれこの浮いてる理由のね一つでもあるんだけど、要するにこの人とこの人の前後関係どうなってるんだみたいな、遠近感がめちゃくちゃっていう特徴があるわけですよ。これも遠近感めちゃくちゃなんですよ。だからまた巨大に見えるわけですよ。これがね、人ここ、これでしょ、これ船でしょ、これもう遠近感がめちゃくちゃなんですよ。で遠近感が めちゃくちゃだから、結果このほらこれ道ここ消えちゃったよみたいな、ルソーの絵の特徴で道が消える現象っていうのがよくあるんですよ。でこの人のこの遠近感のめちゃくちゃさ加減っていうのはなかなか一筋縄ではいかなくて、例えばエッフェル塔っていう作品なんですけどね、この線的遠近法、この一点透視図法やろうとしてるんですよ、うんうんうん、ところがこの船は小さすぎないかっていうのがあるわけ。あ、この船とこの船とここの人は同じ線上にいるでしょ、うんうんうん、透視図法をやった以上は同じ線上にいるやつは同じ縮尺で描かなきゃおかしいじゃないですか、うんうん、だけどこの絵の中でこの船だけが異常に小さいのよ、うんうん、こういうことをやるからわけが分かんなくなっちゃうんですよ。もうどうしようって、どこから話せばいいんだっていうぐらい一枚の中にこの人ね情報多いんですよ。だからこの一点透視図法をやろうとしてもこのありさまじゃない。そうなるとこの場合このエッフェル塔のところにこう消失点が来てないけど、消失点がずれるともう訳が分かんなくなっちゃうのこの人。アルフォールビルの椅子工、これ椅子の工場らしいんだけどさ、これもうどうなってんだと道。この辺に消失点を作ろうとしたんだよね、遠近法、はい、だけどこっちにも道あるから、はい、分かんなくなっちゃったんだよね、もう。こっちに道があって、この家はそこの角に立ってるもんだから、なるほど、家っていうか工場、分かんなくなっちゃったんだよ。こう来てここが角になってこっちに道が行ってるんだけど、もう分かんないんだよ、どう書けばいいのか。だからこう本来はこう角になってるところをこう広げちゃう、無理やり展開しちゃってる。だけどもうどうな、もうここのところこれどうなってんだよみたいな、ここの段、ここに釣り人がいるからここ河川敷なんだよね。やっぱりここで消えるでしょ、ここで消えるでしょ、道急に消えるでしょ。なんていうか一筋縄ではいかない遠近感のめちゃくちゃさ。でもなんか今のある意味パノラマカメラみたいな風に見えなくもない、見えなくもない。それからね、もう一つの特徴としてね、雲が変っていうのがあるんですよこの作品、はい、このルソーには
このなんか変なうんこみたいな山形の雲がやたら多いんですよ。で、あとよくわかんないのは雲の中にお日様あったりとか、よく時々どっちが雲でどっちが空かわかんなくなっちゃう時があるんですよ。それから新しいもの好きなんですよ、この人。エッフェル塔描いてるでしょ、できたわけ。エッフェル塔や大好きだからやたら描くんだけど、なぜか下描かないんだよね。エッフェル塔ってこうなってこうなってるじゃない、はい、こう広がってるとこ描かないんだよね、棒なんだよね全部。ちなみにこの絵にもエッフェル塔あるんだよ。これも棒でしょ。棒ですね、うん。このエッフェル塔って1889年のパリ万博の時にできたのね。だからこれは1890年で、だからもうで描いたのは89年だから、まさにこれ万博を描いてるんだよね。うん、だからこの万国旗が、うん、船についてるんだけど、あと気球、うん、で空飛ぶもんこの人大好きで、もう気球、飛行船、飛行機やたら描いてるんですよ。でこれ全部森危ないこれ事故が起きるのか。これだって飛行機新しいですよ。でこれ1908年かなんかの絵なんですけども、ライト兄弟が飛んだのが1903年でしょ。もう最新のアイテムですよ飛行機。飛行船も当時最新ですよ。気球はちょっと古くからあるけどね。これ新しいもんを必ず入れていく。あと空に浮かぶもんが好き。これまたルソーの特徴ね。それからこういう辺も見ても分かるんだけど、この人葉っぱだけは異常に細かいんですよ。一枚一枚ものすごく丁寧に描くんですよ。葉っぱだけは大きく描く時も葉っぱはものすごい。これやっぱりね、天然の人の特徴なんだよね。天然の人ってある特定のディテールに異常な執着を示すんだよね。点を打つのがやたら好きだとか、ここだけやたら細かく描いてるなみたいな。それがルソーの場合葉っぱなんだよね。それでこれももう一つこの天然の人の特徴なんだけど、まあイコールルソーの特徴なんだけど、上達しないっていうのが普通の人はさ、描いてると嫌でも上達しちゃうんだよ、はい、だけど天然の人ってそれがないんだよね。ずっと同じなんだよ。これあの天然かそうじゃないか見分けるポイントの一つなんですけどね。例えばこれがさっき言ったように今1889年に描いたいでしょ。でこれがね20年後ぐらいに描いてんだよ1909年に描いてる。20年経っても何一つ変わってないんだよ。相変わらず浮いてるしみたいな、相変わらず葉っぱだし、相変わらず変な顔だしみたいな、相変わらずバランスおかしいしみたいな。これはもうルソーおよび天然の人の特徴ですね。一切上達しないっていうところですね。もう一つこれはねルソーだけの特徴なんだけどね、愛妻家っていうかね、女好きっていうかね、あの骨っぽいっていうかね、ちょっと優しくされるとすぐ好きになっちゃうんですよ。それちょっとゴッホに似てるんですよ。あ、似てますね、うん、最初の奥さんもパニーに出てきて、その下宿した下宿先の娘にいきなり好きになって猛アタックして、ただゴッホと違うのは結婚できてるんですよちゃんと。それでパレット持ってますよね。持ち方すごく変ですよねこんなほぼここ水平に持って、この部分これをちょっと逆さまにしてアップにしてみました。ここにクレマンス・エッド・ジョセフィーヌってびっくりマークって書いてあるわけ、ね、でこのクレマンスっていうのが最初の奥さんの名前なんですよ。パリに出てきてすぐに下宿先の娘さん大好きになっちゃって、あの結婚した人です。でこのクレマンスさんはですね、この絵を描く1年前に37歳で亡くなっちゃってるんですよ。でその後再婚した相手がジョセフィーヌさんなの。だから2人の奥さんの名前を書いていてね、いい話だなと思うかもしれないんだけど、問題はだよ、その2番目の奥さんと再婚したのはこの絵を描いた後10年後なわけで、この絵を描いた時点は奥さんが、前の奥さんのクレマンスさんが亡くなってすぐの時なんですよ。でだとしたらこのクレマンス の名前だけだと空きが大きいだろうって話なんですよ。亡くなった奥さんだけだったらここにでっかくクレマンスって書けばいい話だけど、こういう「と」っていうね、アンドね、英語の「え、はい」これ元から書いてるよねと。で誰かの名前を花から書いてたんじゃないのっていう。なるほど。
で、よく見るとですよ、ジョセフィーネって名前の下よく見てください。なんか書いてますね。なんて書いてんだこれ。もう、うん、M 分かった。 M 分かりました、うん、え、 M-A-R-I-E、 マリー、マリーって書いてあるの。最初この絵描いた時点にクレマンス絵マリーって書いてたの。あ、マリー誰だよっていう話なんですよ。娘じゃないんですか。違うんだよ違うんですか。違うんだよ、娘マリーじゃないんだよ。マリーはね、ルソーが模写しに行ってたルーブル美術館の入場係の事務員さん。へで、ルソー毎日行ってて好きになっちゃって奥さん亡くなってすぐに再婚しよう再婚しようっつってマリーを一生懸命口説くので、それどころかもう結婚した気になっちゃって先にここに書き込んじゃったんだよ、クレマンスへマリーって。もう再婚する気満々で、ところがマリーはやっぱりいやちょっとって言って、ルソーから逃げるために警察官と結婚しちゃうんだよ。あそれで、まあルソー失恋しちゃったんだけど、で10年後にそのジョセフィーヌっていうね再婚相手が見つかった時ね、やばいっつってここ消してジョセフィーヌの名前書いたんだけど、消し方が荒いからさ、ね、見えちゃってるよみたいな。ルソーらしいんですよこのようにもうこの1枚の中にですね、ルソーの全て大画家だと思い込んでいる。足が浮いている、遠近感がめちゃくちゃだ、雲が変だ、浮いてるもん、新しい空吹くものが大好きだ、葉っぱだけは妙にこだわるから何十年経っても上達しないで、奥さんおよび女の人が大好きでその特徴の全てがここに含まれてる。もう喋っていい加減喋って疲れたけど、これほんのルソーの入り口だからいい作品選んでくれたのよ。だからこれまだ終わらないから、ルソーしばらく、もう始まっちゃったからやるから、やりましょう、うん、次もまたちょっとルソーでなんか作品探してきてくださいよ。わかりました、はい。